こんにちは。今日の切り抜きニュースは、電波オークションいい質問やね。電波オークションで分かります？あ、ほとんど知らないですよね。要はね、電波って国民の共通の財産なんですよ。テレビのね、あの無線っていうか、で国民の共通の財産だから限りがあるので、それを国が高く買い取ってくれるところをいわゆるオークションするわけ。8チャンネルとか6チャンネル、まあ、フジテレビとか TBS とか今あそこが独占してるけど、あと2年だけ今の状態であります。2年後からは高い電波使用料を提示してくれたところに免許を与えますって言ったら、ソフトバンクとかドコモとかが手を挙げてくる可能性があるわけで、一番高く電波を買うところに免許を与えるっていう制度が電波オークションです。まあそれはやった方がいいに決まってるよね。だって税金がたくさん入ってくるんだから。電波は目に見えないけど国民の財産であって、高く売った方が有利なわけ。もちろん放送法に触れるようなことをしたら取り上げたらいいわけだから、免許ね、契約書に書いとけばいいわけだから。だから電波オークションをするのはもう絶対、もうある意味やらなきゃいけないんだけど、やらないのはそれをやろうとするとテレビ局にやろうとする人がいじめられるわけ。電波オークションなんかしたら今の既得権益であるテレビ局の人たちが仕事がなくなる可能性があるから、そんなことをしようなんて思ってる人に対してはとことんいじめに来るから、もちろん電波オークションはするべきだと思ってますよ。要は電波の力を弱めてやろうと思ってるので、もう電波じゃなくてもう 5G になるわけでしょ。もうその後 6G になっていくから、電波じゃなくても通信で全然いけると思ってるので、電波の力を弱めようと思ってるので、僕自身は電波の世界、テレビ局とかの方に出資したりとか進出することはしません。ほとんどの国で電波オークションは導入されています。既得権を打破して再整理を行うべきだと思います。それではご視聴ありがとうございました。NHK に多くの国民が受信料を支払わないことによって NHK をぶっ壊す。